ハラール。ハラールはイスラム法で許された項目を言う。端的にはイスラム法上で食べることが許されている。食材や料理を指す。日本語に訳すと、やってもやらなくても構わないもの、許可という意味となる。なお、日本では、ハラールと書くことも多い。反対に、口にすることを禁止されているものを、ハラームと言い、この後は、やってはならないもの。 禁止という意味で、ハーレムと同じ語源である。イスラム法の下では豚肉を食べることは禁じられているが、その他の食品でも、加工や調理に関して、一定の作法が要求される。この作法が遵守された食品がハラールとされる。なお、ハラールとハラムの中間に疑わしいもの、シュブハという概念がある。シュブハな食品はできるだけ食べることを避けることとされている。 豚と同様に不上、重度、ナジスとされている犬、獲物を捕獲するための牙や爪がある虎、猫などの動物、キツツキ、ロバ、ラバを食べることが禁止されているが、それ以外の肉であっても屠殺が正規の手順に従ったものでなければ食べられない。このため、ムスリムは単純に材料表示だけを見て判断することができないため、ハラールの表示が必要となる。ただし、 世界的に統一された基準はなく、各国の認証機関によって制度が異なっているため、ある国では禁止されている食品や規定が、他の国では問題とならないこともある。信仰とは、神と個人との契約であり、ハラルの基準を問題視することは、他人の信仰に口を挟むことと同義となるため、ムスリムが自分の考えとは異なる基準のハラルを問題視することは難しい。このため、 ムスリムによっては、自分が信頼するハラルマーク以外のマークには、近づかないとする人もいる。ムスリムが大多数を占めるエジプトなどの中東では、出回っている食材がハラールであることが、当然のため、生活する上であまり人々に意識されない。一方で、豚肉をよく使う家人も多い東南アジアでは、かなり意識される傾向があるとされる。クルアーンの第二章173を根拠に、 緊急時にはハラールではない食品を食べることも容認されている。スマトラ島沖地震でインドネシアのイスラム教徒に対して外国からの援助物資に豚肉などが入れていたとしても食べてよいと、スルファトワーが出され公式に食べてよいとされたことがある。しかし一方で逆の事例として中国、四川省で発生した四川大地震により被災した中国在住のイスラムとは 非常事態であったにもかかわらず、ハラムの救援物資の利用を拒否する者が多かった。ヒースラム教徒が多数派を占める地域においては、ハラールを守ることは、ことのほか重要視される場合もある。ムスリムの人口が乏しい国家や地域では、イスラム諸国からの旅行者や留学生などのために、シールなどによって食品がハラールであることが、示されていることが多い。これとは、対照的に、ムスリムと、 その他の宗教の信徒の人口がきっ抗している国家や地域では原則として無表示の食品をハラールとしつつムスリム以外を顧客として想定したハラームの食品に鍵表示がなされていることがある。サウジアラビアなどイスラム原理主義の強い国では法律でハラールでない食品の販売や輸入流通が禁止されている国もある。そのような国でハラールでない食品を販売した。 場合には、犯罪とされ、ハラールでない食品をハラールであると偽装することも、犯罪とされている。イスラム諸国会議において、ハラールの世界標準規格が議論されているが、宗派の違いや加盟国間の文化、経済情勢、政治的利害関係などが原因で標準化には、時間がかかると言われている。ハラールの規則もムスリムによっては、 厳格に守っているわけではなくビススミラー。アンダーの漁名においてと唱えればどんな肉でも食べて良いとする世俗派もいる。トルコなど世俗化が進んだ地域では飲酒や豚肉食も平気で行うムスリムもいる。抗議の意味では食べ物に限定されず、イスラム法において合法であることを示す記号としても用いられている。例えば、衣服、玩具、加減製品などにもハラールは適用される。 衣服の場合は、女性の体の露出を禁止している規定に違反していないデザインであることを証明するマークとして付けられたりする。ブルキニという水着はハラールとされている。ゲームなどにおいてもイスラム教で禁止されているトバクに該当しないことを証明する印として用いられることがある。このような審査や判断は浦間が行うことが一般的であり。 特定の製品をハラールであると認めるファトワーが出されることもある。牛肉など食肉に関しては以下の規則を守らなければならない。野菜や穀物であっても肥料に豚の糞などが使用されたものは禁忌と解釈されることがある。特にシャリアに規定があるわけではない。サウジアラビアではイスラム教国家ではない国に住んでいる場合、含有率が3%未満の調味料や食品は アラームではないとしている。豚を禁忌とするのは、肉だけでなく、豚に由来する酵素や、タンパク質にまで及ぶこともある。これは、医薬品や化粧品などにも、適用範囲が及ぶこともあり、実際に、サウジアラビア、イラン、インドネシアなどでは、法律で禁止されている。現代の製薬業界において、最近の培養に必要な培地の生産に、 豚由来の分解酵素が使用されていることは珍しくない。このため非常に広範囲の医薬品がハラームである可能性があり、豚由来の分解酵素が使用されているかどうかは非常にわかりにくいためムスリムの間では難しい問題になっている。2009年にはインドネシアで聖地メッカを巡礼するために必要なワクチンの接種をいてワクチンの製造に 豚の酵素を使用していたことが問題となった。ただしこれについても、医療目的なら豚由来でも使用可能という意見が多く、サウジアラビアからの回答では、イスラム教国家ではない国の場合、注射をする際の消毒や機材の消毒のためのに、アルコールを用いるのは問題ないとされている。2000年に、 インドネシアの味の素で発酵菌の栄養源を作る過程で触媒として豚の酵素を使用していたために日本人技術者一人を含む東ジャワ州もジョクルトの味の素工場幹部4人が消費者を保護する法に違反した容疑で逮捕される事件が起きている。ハラールの基本的な考え方では豚と一緒に保管されたり触れたりした食品も禁忌とされるため製品に 全く残留していなかったとしてもイスラム思想的には禁忌とせざるを得ない事情がある。このためインドネシア当局から触媒であっても認めないとする厳しい判断が下された。味の素は触媒を変更することで再度販売の許可を得た。根拠となるクルアーンの記述には以下のものがある。日本では国内に在住するムスリム向けの食材店が中心だったが近年では ハラールフードを売り物にするレストランも登場している。イスラム教圏、主にインドネシアやマレーシアといった東南アジアから、訪日外国人旅行が日本へ訪日するにあたり、日本ではハラールに則っ,った料理を出すことができる宿泊施設が非常に少なことが懸念されている。そのため、豚肉の調理をしていない調理場を新たに設けるアルコール消毒の必要がない紙皿で、 ハラールフードを提供するなど工夫するホテルが登場している。また近年増えているイスラム教圏からの留学生への対応として東北大学、九州大学、山梨大学、国際大学などでは学生食堂のメニューにハラールフードを追加する大学も現れている。全国大学生活協同組合連合会によると2014年時点で少なくとも 日本の19の大学生協でハラール食が提供されているという。逆に、小中学生での学校給食の場合、食物アレルギーと違い、特別食を提供する自治体や個人的理由とみなして提供しない自治体と地方公共団体によって対応が異なる。校舎の場合は、親が弁当を持たせることで対応している。航空会社の機内食では、 通常メニューとは別に、ハラールフード、豚肉アレルギー対応食を兼ねているの特別、機内食を予約制で提供しているが、全日本空輸 ANA では、2014年、平成26年に、子会社の機内食ケータリング会社で、ハラール認証を取得し、2015年、 平成27年9月2日からクアラルンプール発成田雪の便でハラール食を通常メニューとして提供するなど拡充に動いている。また日本航空 JAL においても2016年平成28年6月1日より日本発着の国際線においてハラール認証を受けた機内食の友を開始している。その他日本国内ではハラール食品が 単に安い食品として、マレーシアなどから輸入され、特に売り場でのハラール表示も行われずに、販売されている場合がある。日本の調査捕鯨船、日清丸が、船内で行う、クジラ肉の加工処理について、ハラールの認証を取得した。日清丸を所有する共同船舶によると、同船が、広島県尾道市に経流中、2013年11月13日、 認証機関が船内で加工処理の過程を確認。その際、手の消毒で使っていた薬品をイスラム法上認められないアルコールからジアエン酸ナトリウムに変更し、2013年、平成25年11月24日に認証された。クジラ肉の国内消費の裾野をムスリムにも広げる狙いがあるという。ハラール認証をただ取得するだけでなく、 日本の実情に合わせたハラール認証制度を作るという動きも出てきている。また国内のみでなくイスラム諸国への輸出のためにハラール認証を所得するースも増えている。ただし、この地域ハラール認証の中にはブームに当て込んだいい加減なものもあり、ハラールを歌いながらハラームを提供する可能性もある。このため日本独自の地域ハラールは イスラム教という宗教そのものの侮辱にもつながりかねず、日本とイスラム国家の国際的なトラブルの要因になる危険性も指摘されている。日本国政府は、ハラール認証の実態調査に乗り出す方針を示している。日本では、日本ムスリム協会や、日本ハラール協会、NPO 法人などといった団体が、マレーシアやシンガポール政府のハラール認証機関から、 正式に承認を受けている。アイウェオ順位上、ムスリムフレンドリーとは、ムスリムにとって利用しやすい、ムスリムに友好的であるという造語であり、海外でも使われている。非ムスリムが多い地域などで、地域外のムスリムをもてなす際に、施設や飲食店を整備した上で、ムスリムフレンドリーを歌うことで、観光客を誘致したりといったことが行われることがある。 日本ハラール協会などでは、ハラールを満たした上で、ムスリムが使いやすい状態を指すべきとしているが、ハラール認証が困難な場合に、店の努力などで、部分的にまたは、十分にハラールを見たこと、ムスリムに対しての一定の配慮があるといったような、幅広い使い方がされている。具体的に、豚肉や酒を使わず、ハラール肉を使ったムスリムフレンドリーメニューを作るなど、 ムスリムフレンドリーを歌う側、また利用する側がサービスの内容をしっかり把握しなければならない状況となっている。また、サービスを利用するか否か、最終的に判断するのは、各々のムスリムである。日本のイスラム法学者の中田校は、ハラール認証制度そのものへ苦言を呈しており、店側が自主的に、原材料や産地を示して、ムスリムが判断できるようにする対応を指示している。 BRBR BR 製品や料理に、ポーク、豚肉、アルコールを使っていない、フリーを示しており、ハラールに注意している、ムスリムなどへの一つの情報源になる、非ムスリムへも、豚肉やアルコールを使いしていない商品を選ぶ、基準となる。ただし厳密なハラールから見ると不完全な表記、対応になっており、ポークフリーはハラールであることを示しているわけではないと、指摘や批判もされていい。 例えば仮に豚肉を使わず、牛肉を使っていたとしても、規則に沿った屠殺をしていない牛肉はハラールではない。調理器具を使い回している場合も、ハラールではないとされることがある。ポークフリーは、ハラール認証を受けていない店のハラール的な対応として表記されることもある。また店内で、主に外国人旅行客向けに種類を販売している、ものの、料理はハラールにのっ,とってっている場合でも、 店としては、ハラールを名乗ることが、原理的に難しくなるためこの場合も、ポークリーが使われる。ハラールの区分けに比較的、厳しいマレーシアでも飲食店やスーパーマーケットでの、ノーポーク、ノーラードの表記は、珍しくない。こういった表記に対しては、ムスリム自身が判断、または容認するかも選択していく必要がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。